をしています。まず最初にこの今年決めた、皆さん目つぶっても読めますね、今ね、まあ、目つぶります皆さん。主が私たちのために死んでくださったの、目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですから、あなた方は今もしている通り互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で多くし、主にあってあなた方を主導し、訓戒している人々を認めなさい。その務めの上に愛を持って恩恵を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。アーメン。神様ありがとうございます。では、今日ですけどもね、はい、愛の、同性はハグまで、異性は握手まで、はい、ありがとうございます
の前の証になりますが、まず最初に私が今朝届いた手紙を読みます。今朝届いた手紙が、長野県の須坂、これどこだか分かりますね。そうです、須坂刑務所なんですね。普通の人は分かんないです。分かんないです。あの須坂に長野刑務所があります。そこにです、そこにですね、ある受刑者が何人か文通しているんですが、このような手紙が来ました。10周年の祝福の前の試練拝見させていただきました。大変な経済状況の中、日本の犯罪をキリストの力で減らしたいという志を実行する姿に大変な感動を覚えています。以前送付していただいた刑務所伝道ミニストリー解放について会計報告の項目があり、1000円単位での献金も多々見受けられました。私も同じく経済的余裕など皆無ですが、それはそうですね、受刑者ですから、その程度であればご協力させていただくことも可能ですので、わずかながらどうぞお納めください。ここに価値ある賛成。これ社会での30万円に引き取りします。というのはね、3000円の給料になるために1ヶ月、ね、1ヶ月の初任給750円から始まるんですからね。大体3000になるまでに、ね、1年以上かかるでしょ。2年ぐらい働かなきゃこれは3000にならないんですよ。それをね、彼がね、教会のために献金をしてくれました。本当に素晴らしいですね。価値あるこれはね、3000だと思います。そして私もめんどくさいことをしてきた甲斐があります。めんどくさいことをするのはね、牧会です。牧会っていうのは人々の世話をすること。世話と言ったらちょっと上から目線ですけど、人々のケアをする、励ましの人には励まし、慰めの人には慰め、人の心に寄り添っていく、励ましていく、それが牧会と言われるものですね。刑務所の中にいる人に寄り添うことはできませんけれども、手紙を書くことはできます。そういった中で生まれた参戦だと思いますね。彼だけじゃないんですけどね、たまにやってきます。価値ある、これが私たちはこういう人たちをもう見つけ、そして必要なのはこの人たちが刑務所から出てきた後同じ信仰を持ち続けて、更生まで私たちが、手を貸すしていく。ボキちゃん、自分だけが良ければいいってことじゃないの。自分が良くなったらその後の人をまた助けなきゃいけない、ね、自分が助けられたらもちろん助けるためですよ、ね、救われたのは救うためです。助けられたらどんどんね、私は助けますよ、もちろんね、でも助けられたら今度は助けるからね。これが私の教会の良い連鎖ですからね。はい、では志村君、 JTJ に行ってますね。ちょっと一言、私の感動した証を短く短く。こんにちは。じゃあ最初にお祈りします。はい。愛する天のお父様、こうして、今日大勢の前で自分の、小さな証をできることを感謝いたします。我が主イエスキリストの名をもってお祈りします。アーメン。はい。自分は小学3年生ぐらいの時からタバコを吸ってて法律違反で、もう1日1箱とか吸ってて、多い時は200箱ぐらい吸ってて、小学生が帰る13時タイマーだからね、この時はそれで、まあ中1ぐらいから買います。あ、中1ぐらい。お水を入れたの。中1ぐらいから、タイマーも出て、それで中2の時に、ちょっと事故で入院して、で、その時、
な肺の方も検査されて、それ肺炎になってて、それでもうそれぐらい煙が大好きでした。で、最近クリスチャンになってからもうずっと捨てて、やめようと思って。んですけど3日とかでまた吸い始めちゃったりとかしてて、ね、全然なんかいやタイマーなんじゃないタバコタバコを吸っててそれで進学校に通いながらもなんかその辺の喫煙所とかで吸ったりとかしてて全然やめられなかったんですけど、3週間前ぐらいに、いきなりなんか、これ吸わなくても全然平気なんじゃないかなって、思うようになって、それで、その日、タバコを買うのをやめて、で、吸うのやめたら、1日2日3日って続くようになってそれで今吸ったらその何日間かがもったいないって思うようになってでやめることができて今1ヶ月ぐらいですけど1ヶ月たった頑張れ、神様が、今回は神様が11献金を今までできなかったので11献金するようにそのタバコっていう必要ないものを削るように自分に言ったんだと思います。はい、これからも付き合わないように頑張ります。彼の証にね、ここに住み込みしてるときに、ね、自分が、お前なんだこれって、自転車の、カゴが灰皿になってたの。いっぱいモコ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 。ポイ捨てができないんですよでもそこから今度タバコやめるっていう段階を踏んでねここに来てからもう6年ね僕とね一緒に迎えに行った立川コーチとまでちょっとその証し証しというか証人がここにいますから泣くなよいや、学ぶってことは大変だよ。うまくどれだろう。すいません。今証の前に志村君の祈る姿を見て6年前に迎えに行った時のことを思い出しました。その頃は僕も家族に出て行かれて祖父のマンションに一人で住まってましたので割と信徒さんがこれから行くからみたいな感じでちょくちょく来てた日々でもありその日はその立川の拘置所に一人もらい下げに行くから
一緒に車を運転してくれって、前の日から泊まって志村君を迎えに行きました。で行ったんですけれども、あのその この時間にあのもらい下げてもらうからっていう連絡が、そのまあお役所仕事ですので、例えば連絡がうまくいってなくて、行ったら今から昼休憩に入るからそこらで1時間待ってよっていう対応をされて、新藤さんの本当にそこで受付の県務官に向かって、そのふざけるなっていうことを怒鳴ったのを今でも覚えてます。で許します、許します。で、その怒った態度の後ろからこう流れてると、あ、ヤクザの時ってのはこういう歩き方をしてると思って外に出た時に、ちょうどあの志村君の弁護してた弁護士さんが向こうから現れて、新藤さんを呼び、で、その建物から建物へ、そのなんだ、まあ受刑者の方たちが移動する、そういうタイミングだった。で、そのことを知ってた弁護士さんが、その柵の外側から志村君に声をかけようって思ってて、そこで待ち合わせたところにちょうど出くわした。で、いろいろそこで弁護士さんとも話ができて、約1時間後にあのもらい下げることができたんですけれども、その志村君がその別件もあって、その罰金を払いにまたどっかへ連れて行かれたで、まあ、予定より2時間ぐらい遅れて僕の家に来ました。で、その時の彼の印象は、あの野良犬とか野良猫がもうこっちが好意的に近づこうと思っても、あの威嚇する、そういう態度を取る、すごく傷つけられた動物というのが彼の印象でした。で、僕はこう見えてもあの犯罪歴のない人間ですので、まあ、こういうことあんまり知り合いになるのはいかがなもんかと思い、これを着てねっつってスーツを上げて、これであのあまりその僕に対して悪い印象を持たないよねっていうようなこととか、これあげるから あんまり僕に近づかないでねっていう心とか、まあ錯綜してたんですけれども本当にそれぐらいそのトゲトゲした印象の子でした。で、ここへ住み込みになって毎週礼拝のために会うようになったんですけれども、もう本当にみるみる変わってきました。本当にみるみる変わってきて、僕が素直に変わったねっつって声かけるくらいみるみる変わっていったんです。で、あの通常の刑事事件の判決の中で、あの執行猶予4年っていう刑期って言いますか、執行猶予が4年つくっていうのは超特例で、通常は3年までしかつかない。で、4年つくっていうのはどういう意味かと言いますと、本当は刑務所に入っていただきます、だけどあなたが後継人として責任を持ってくれるんであれば、その通常3年のところを4年に伸ばしますから、それでちゃんと更生させてあげてくださいっていう意味合いなんですね。で、その4年の刑期が過ぎた時に、彼も自分で分かっていて、終わりましたっていうふうに、その教えてくれました。
年齢的にちょうど息子と一緒ぐらいだったっていうのもあり、なんていうか頑張ってほしいなっていう気持ちがあったんですけれども、教会に住み込んでる割にはタバコはやめないし、なんか時々見ると入れ墨が増えてたりとか僕はそのことで、その牧師のあなたが目に届くところに置いておきながら、あの入れ墨増えてるっていうのは、僕が親ならね、なんてことしてくれたんだっていうふうに思いますよっていうふうに、すごくハラハラさせられるような状況もあったんですけど、そのハンドキャップ、その社会的なハンドキャップかけながらやったことないんだろうとかで、何か聞いても仕事変わったっていうもんで、本当大丈夫かな、大丈夫かなっていうふうに、見てて彼が、JTZ に入ったっつって、驚き。で、今日、みんなの前でそのことを明かしした姿を見て、お、ほっと嬉しいな。ありがとうございます。人が変わるということは、時間もかかります。労力もかかります。精神的に、まあ、志村君は本当にこうつながり続けたから、それをもう掴むことができました。そうではない刑務所に通っている人もたくさんいます。覚えているのは3年前か4年前か、父の日に、その1回だけ父の日に私にネックレスをプレゼントしてくれましたね。なぜか父の日にね。そういえば、あ、父親の代わりをしなきゃいけないと思って、出てきたと思い出しました。はい、その中で、今日今学ぶに、挨拶をして、昨日木曜金曜の、ね、葬儀のことも含めてですね、彼は不思議にうちの教会に来る元ヤクザの中では珍しく私のタイプに近い親がいる、親がいても縁が切れている人たちがたくさんいますけど、愛されて育った、ね、子でしたね。子でしたね、まだ1話するんですけど。まあ私も母親に見捨てられずにね、だからこう、また彼の友達と会ったらね、まあ、小学校の時、中学校の時、高校から、大卒からっていう地元の友達に来て、自分の地元の友達にとっていたな、みたいなね、まあ、そんなやつがいたからこそ、構成がね、できたんだと思いましたけども、今日ね、この人がお父さんの健二さんです。誇りに思いますね。自分の親に伝道して、ね、いくらどんな牧師がいくかって首を縦に振らないお父さんが、彼にやっぱりお父の、ね、親子ですね、彼にちょっとこれからの今記念礼拝ですから、彼にちょっと証しをしてもらいます。皆さんこんにちは。沖縄に行ってまだ2ヶ月なんですけど、なんか毎月のように帰ってます。月近いんです。クリスチャンは本当みんなあったかいなって、武雄さんの涙を見て、感じさせられました。親父は73歳で、
転入されて、2月22日の、午後1時20分に、安らかに、神の元に帰ることができました。親父は、昔から、宇都宮県にしわを寄せてて、本当に気性が荒く、東京の方で遊び人の方もちょっとやっていたぐらいだったんで、子供の頃は本当に怖くて、二十歳ぐらいまではやっぱりずっと怖い、父親だなって思うように、いつも顔色をうかがい、育ってきた、記憶があります。で、僕は中学校の時からぐれ始めて、本当に親父、おふくろ、妹にはいろんな、迷惑をかけたり心配をかけ、本当に何度も裏切って、それでも何でやっても不倫する。で、その中でも、でも親父に殴られたのは、一度だけで、それは中学1年生の時に、万引きをして、家から家に帰ってきて、こそこそ自分の部屋に戻ったらいきなり親父が入ってきて何発か殴られたのが、それが、いい思い出だなと今思います。で、そうですね、これは皆さんご存知の方が多いと思うんですけど、薬物に手を染めて、25に、ヤクザになってからも、覚醒剤をやって、一番やっぱり親と家族に迷惑をかけたっていうのは、29歳の時に薬で飛び降りて生死をさまよった時、その時は本当に、家族にはどれだけ心配をかけたか、本当にあの時神様によって生かされて今こうしてこの教会にも来れたこともあるし、また、こうして母親と親父と一緒に、初めての礼拝に来れたこと、本当にこれは全て神様の栄光のおかげだと思っています。ちょっと話は戻るんですけど、親父の涙を見たっていうのが、俺が少年に行くときに、裁判のときに親父が証言に立ってくれて、身元保証人じゃないけどなるっていうときに立ってくれたんですけど、それでも少年院が決まり、そのとき親父の涙を初めて見て、本当に悲しませてるんだなってのはそのときは思うんですけど、やっぱり出てきちゃうと自分の前の生活に戻って、何度も真面目にやり直そうと思っても、それがずっとできずに、ようやくできたのが、この間、捕まって、拘置所の中で、中島先生の本、残念ながら新藤先生の本ではなかったんですけど。でもその本を読んでイエス様を知り、イエス様に会ってイエス様を愛すること、そこから自分の運命、新しい生き方、新しい命ができ、何のために生かされているのか、その目的が本当に分かった時っていうのは未来が明るかったなと思い、でもそれでもやはりその洗礼を受けて、新藤先生の教会に来て洗礼を受けて、でもその洗礼を受けてからも自分の中で変わってたんでしょうけど、やはり昔の自分が出て、その時にも母親にも迷惑をかけて、洗礼の前に一度警察だったんだり、また洗礼を受けた後には、2週間ぐらい捕まってしまって、お袋からしてみればきっとまたかと思ったはずだし、変わってないって思ったと思います。でもこの洗礼を受けて
まあ2年ぐらいになるんですけど、1年半かな。で、ようやく、まあ、妹もお袋も変わってきたって認めてくれて、で、俺の中ではもっともっと変わって、うん、それが証であるし、何より今は親父がいなくなって、お袋を支え、そしてこれからお袋のことも導けるようにすることが、まあ私の使命でもあり、イエス様が、まあ、聖書に書かれているように、主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるということなんだなって、改めて思いました。で、親父なんですけど、去年、あ、親父は6年前から、脳梗塞で倒れて、車椅子生活になり、もう言葉も、右半身も動かなくなり、その間ずっとおやつお袋一人で、介護をしてくれ。で、去年の6月からは、その今まで動いてた左足に力が入らなくなり、もうそこからは入院生活と、介護施設の方で、生活を余儀なくされたんですけど、それから、私はその親父のところに行って、俺が変わったのはそのイエス様によって変わったんだよ、真面目になって やり直してるんだよってことを伝え、神様を信じると天国に行けるんだよってことを伝えました。そしたら思いっきり首をつけて一度目は信じなく、でその後に神道先生やユミさん、また教会の人たちも、お見舞いに来てくれ、イエス様を伝えてくれ、またお祈りもしてくれました。本当に、感謝しました。で、まあそんな感じで伝えてたんですけど、親父は、まあ、受け入れず信じていなく、でも俺が沖縄に行くってなってから、その去年のもう12月の年末ぐらいからは、もう俺が行っても誰が来てるか分かんないような感じで、もう本当に家族が行っても誰も分かんなくて、でもそんな中でも、まあ親父の手を握ってイエス様を信じると天国に行けるんだよ、イエス様は救い主だよってことを手を握ってお祈りした時、親父が強く握り返してきて、その時に、あ、親父は受け入れて、信じてくれたなって確信しました。で、それから、まあ、年が明けて、ご飯も食えなくなり、1月から病院の方に入院して、その先週の金曜日から、血圧の方も下がり、2月22日に、手に召されました。これは今まで親孝行らしいことは本当に何一つしてなかったしできなかったと思いますけど、まあ、最後の最後に、親父のことを何より一番最初に天国に導いたことが何よりの親孝行かなと思い、またそれも全て神様の栄光のおかげだと思います。またこうして今日新道先生の計らいによって、親父の、昇天記念礼拝を、させていただき本当に感謝しています。またその26、27日には、先生の式のもと、いろいろお世話になり、また栃木に、栃木の憩いの泉、チャペルという羽賀先生がいらっしゃるんですが、その羽賀先生も、一度しかお会いしたことないのに、親父のところに何度も、足を運んでくれ、お祈りしてくれました。で、その羽賀先生の計らいにより、今回親父、のお墓もそこに
入れていいということで、これを言ってくれたことは本当に感謝しています。これがイエス様と出会わなければ、と本当にもう家族も、親父も、おふくろも妹も、どうなっていたか、これもやはりイエス様のおかげだと思い、感謝しております。ありがとうございます。彼の妹は会った時に、お兄ちゃんが本当に変わった。言って涙を流しました。ああ、俺は牧師になってよかったな。ああ、家族の人がこんなに喜んでくれるなんて思いましたよ。で、次の日行ったら、今度また妹が涙を流して、今までお兄ちゃんの目を見て話したことがなかったって。好きだけど嫌い。怖いし、今まで何度も裏切られて。でも今のお兄ちゃんはとっても大好きって言ってましたよ。もう嬉しくて。人が変わるってこんなにすごいなら。まあ私はイエス様のおかげですね。こうして家族をね、導く、ね、マザーテレスも言いました。まず家族を、ね、家族に愛を示してごらんなさい。身近な人に愛をね、あげられない人はどうして他人にあげられるんですか。イエス様も言いました。目に見えない神様を愛せない人がどうして、目に見える兄弟を愛せない人がどうして目に見えない神様を愛せるんですか、ね、やはり身近なもの、ね、愛していこうじゃありませんか。あ、ねね、彼も生きた証、ね、志村君も生きた証、この私も生きた証、皆さんも生きた証、はい、では元気よく賛美して賢治さんを天国に凱旋してもらいます。はい、いきます。お立ちください。今日は、若者3人のデビューです。
続いては賛美主ハレルヤを歌います。皆さん、振り付けは覚えましたでしょうか。皆さん、わからない人の髪をお手本、はい、お手本、賛美主ハレルヤ、賛美主ハレルヤ、ハレルヤという感じでございます。一緒に踊って歌いましょう。では
Thank you.
前夜祭と通夜にあたる前夜祭と告別式で2つの説教を1つ、ね、1つしました。今日2つを1つにして、語っていきたいと思います。皆さんで一緒に、読んでいきましょう。3、はい。何度もお無知で立たせたら2人を牢に入れて関心は厳重にパワーをするように言ってきた。この命令を受けた藩主は、かなりを奥の牢に入れ、藩士に足立せを受けた。なかなかの上がるとしながら、旅に乗りつつ、賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞いていた。ところが突然、大地震が起こって、牧者の高いが揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が出てしまった。目を覚ました藩主は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは今ここにいるのと叫んだ。藩主は明かりを取り、駆け込んできて、パワウロとシラスの前に震えながら出てくした。そして、二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言ったが、二人は主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますと言った。そして、彼とその家の者を全部に主の言葉を語った。監視はその夜、時を移されず、二人を引き取り、その後の式場を払った。そして、その後ですぐ、
彼をその家の子の家からバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族揃って神を信じたことを心から喜んだ。民衆はそばに立って眺めていた。視聴者でも現れていたから、彼は何をするか、もし神の道に捨てて選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスを待たずにそばに寄ってきて、水分の道具を差し出し、ユダヤ人の王なら自分の道を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いてあるのもイエスの城に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の人はイエスに渡る人を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が耐えて彼をかしなめていった。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ警察を受けているからないのか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから、だからこの方は無理に言うことは何もしていない。そしてまたイエス様、あなたの御国の位にお気になるときは私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。アーメン。タイトルは信じたあなたは今日パラダイスにいます、ね。はい、前夜祭ではですね、最初の御言葉ですね、16章、使徒行伝の16章から語りました。これはね、この為政者、ローマの、ね、ローマの、ね、監視ですよ。監視、今でいうとこの刑務官。刑務官が囚人パウロとシラスを、護衛してた。ね、それがですよ、ね、賛美の力です。捕らえられて、ね、足かせにつけられて、ね、檻に入ってたんです。それをその状況から解放したのは、なんと賛美の力です。今日、4曲、ここで賛美をしましたね。これは私たちがこの神の言葉を聞く準備をしているんです。そして、霊的な戦いにおいて、ね、御言葉を聞かせなくさせようというね、サタンはね、私たちの脳裏にね、いろんなこと、全然関係ない、今日のご飯何にしようかなとかね、そういうことを考えさせます。あるいは、眠りに落とさせて、御言葉を聞かなくさせますね。賛美をするということは、間違いなくですね、この神の言葉を聞くための準備なんです。あるいは、このようにして、解放です。足かせにつながれた囚人であるということから解放。何の囚人な？罪の解放です。私たちは罪から解放されるんです。私もそうですし、学ぶもそうですし、清村君もそうですし、もう、ここの教会では数え上げたらキリがないような人です。ただ、ここでちょっとこの聖書のね、御言葉をね、ちょっと、聞いてくださいよ。この、その次ですね。はい。この30節。そして2人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければならないのですかって言ったのは、これ、ローマの兵隊ですよ。ん？先生方って、先生って呼ばれてるのは誰？パウロとシラスは囚人です。これが、福音なんですよ。人生の大逆転。皆さん、12年前私は刑務所でできたんですよ。犯罪、元犯罪者の説教聞いてるんです皆さん。元犯罪者の証を聞いてるんですよ。この人生の大逆転こそがキリストのある福音、良き知らせなんですよ。だから私がいつも提示してるのは、私は私の経験でしか言いません。キリストにつながって、キリストを喜んで、キリストに仕えるならば、人生が変わりますよ。あなたはどうしますかっていう方法をとって、ここで
人生のやり直しをサポートしてるんですよね。これはこれを全く信じているからですよ。どうでしょう。これです。そして、彼らは言いますよ。救われるためには主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われるんですって言うんですよ。でもチナツとパウロはなんで囚人になってんの？イエス・キリストを伝えてるカウドで捕まってるんですよ。キリスト教の伝道者として捕まってるんですよ。囚人ですよ。その囚人にね、どうしたら救われるんですか先生方ってローマの兵隊さんが言ったんです。まあ監修ですけどね、ローマの役人が言うんです。そして捕まったね、私が捕まったのは覚醒剤ですけども、ね、覚醒剤をやりなさいとは言えなかった。でもそういうことでしょ。同じ罪名のことをやりなさいって言うんですよ。主イエスをキリストを信じなさい。これはね、真逆のことなんですよ。主イエスキリストを信じるということは、パウロとシラスのように囚人になる。ね。あるいは、殺される。救われるってことは、天国に行くってことなんですよ。この世の命は取られるかもしれないってことなんですよ。いや、取られるってことなんですよ。だから言葉とは逆なんです。当時としては。私たちが、ね、イエス・キリストを、ね、聖霊によらなければ主と告白はできないけども、主と告白するってことは命を、ね、捨てる覚悟で言ってるんです、ね、命がけなんですよ。この歴史的な背景も私たちは見なければいけませんよね。そしてパウロは、ね、キリストを伝えた覚悟で、ね、捕まっているにもかかわらず、もう一度どうしたら救われるんですか。畳みかけるようにして主イエスを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われます。言葉の後ろには、ね、あなたはたとえ死んでも永遠にキリストと共に生きることができるんです。こういう宣言。そして実際的に捕まえた側、そして牢屋にぶち込んだ側のね、看守が喜んでバプテスマを受けたんですよ。時を移さずしてすぐに洗礼を受けて、その家族も一緒に洗礼を受けた。それを喜んだんですよ。ここに希望があります。私が信じるならば、ね、家族が救われていく。私も最初に洗礼を授けたのはお母さんでした。マナブも一番最初に、お父さん導いたのはお父さんでした。このようにして自分が救われるならば家族も救われていくんだ。ね。まあ親孝行らしい親孝行はしていない。しかし、この霊的な天国からの目線で言えば、ね、この地上で親孝行はできなかったかもしれないけども、お父さんが、ね、天国に行ける、ね、切符を渡してあげたっていうことは一番の親孝行を彼がした。で、私はね、私も池袋時代の親分さんをね、おととしの正月を導いたんですよ。その時だって池袋の組長が最初のヤクザの時の親でしたよ。で、その後にいろんなことがあって新宿の方の組に、まあ同じ一家ですけども移籍してね、親孝行らしい親孝行しないし、しかも18、17ぐらいの時からいましたから、一番下っ端でね、ガキンチョですよ。で、組員として、何の親孝行もしてないけれども、死ぬ手前で、兄貴分と一緒に伝道に行って、ね、天国に行く道すがら、声も出ない。同じですよ、声も出ない。でも、ここって、うなずいて、涙をポロって流して、ああこれは告白と同じだ。そして手に書いてきましたね、一番いい僕はね親孝行できたんじゃないかなと思います。そして、この次の言葉を、民衆はそばに立って、眺めていた、ね、人たちもあれかっていった、あれが確認を作った。世の中の人たちはね、イエス様が十字架にかかれる前の人生を見ている人たちが他人を救ったってもう見通してるんですよ。
ね、うん、でなんでお前自分自身を救えないんだよ、そこでつまずいてるんです。でもイエス・キリストがこの地上に来たのは何のために来たんですか。すべての人類の信じる者がそのすべての罪を負って死ぬために来たんでしょ。人間としてね、肉体を持って血を流さないと罪の許しはないんです、解決はないんです。だから毎年毎年や毎罪を分かった瞬間、思い出した瞬間に旧約の時代の人たちは動物を殺して血を流して罪を許してもらう儀式をしてたんですよ。でも完璧なイエス・キリストは完璧な生贄として罪のない神の子として人間として現れて罪を犯さずに過ごして、そして血を流す肉体を持ってここで全ての罪を負って呪われたものとして死んでいく、のが使命ですよね。だからここで自分を救ってはいけないんですよ。これが十字架の意味です。ですから信じる者はその罪が許されるね、よくこの例えをします。神道さん、許されるためにそういう今の犯罪者を更生させる仕事はしんどいですね。僕はね、いやー本当にそれだったらしんどいですよね。ね、許してもらうために一生懸命ね努力するって、ね、大変ですよね。でも私は違うんですよ。許されたからできるんです。許された力。ね、もうこれ以上許し汚したくない。許されたからこそ喜んでできるんです。許されるために何かをするね、特典のようにやる人生、ハードルがあってこの地点にまで到達できなければ、ね、あなたは認められないという、ね、キリストの恵みではないんですよ。イエス様に全部きれいに許してもらったからこそできることなんですよ、ね、でこの御言葉の中で、ね、十字架の右と左に犯罪人がいたん、ね、人殺しですよ、ね、その人たちが、ね、一人はなんだよ俺もおめえこの野郎みたいな、お前も一緒に十字架にかかってるじゃねえかみたいな、あの当時ね、すっぽんぽんよ、すっぽんぽん。ね、あの、聖画ではね、キリストのこの卓球の絵はね、こう三角形みたいについてるじゃない、まあ、ふんどしみたいな。あれは、ね、まあ、絵でほら、モザイクかかんないから。モザイクの代わりに、ね、描いてるだけであって、本来は、すっぽんぽんよ、恥をかかされてるんですよ。ね。その状況の中で、ね、一人はあざける、一人はこの人はね悪いこと何もしてない、一人言うんでしょ、ここで一人はこう言い、あなたはキリストじゃないか、自分と私たちは救ってみろ、ね、救えと言った。ところがもう一人が答えて彼をたしなめて、ね、おいおいそんなこと言っちゃいかん、お前は神を恐れないのか、ここでもうすでに死に行くキリストを神だってもう告白してるんです。これはすごいことですよ。一緒に死刑になってる人をね、神だなんて言えますか。悪いことしてるから死刑になってるとしか普通は思わないよ。イエス様はね、今までね、悪い人を改心させた、ザーカイを改心させた、それだけではない、ね、病気の人が来れば癒した、そういうところを見てたとしてもこの告白がすごいんですよ。で次に我々は自分のしたことの報いをしているんだ、受けているんだ、ね、もう罪を認めてね、ごめんなさい、神様の前にひび伏して言ってるんです。だがこの方は悪いこと何もしなかったのです。そして言った、イエス様、あなたの御国のお位にお付きになるときは私を思い出してください、私はね一緒にあなたと死刑になって人殺しで死刑にされますけれども、ね、あなたが神様であなたが天の国に行くときには私も連れてってくださいや、お供させてください。そしてイエス様はね、
この判断に何て言ったの、あなたは今日私と共にパラダイスにいますって言ったの。これがマシャクに合わないキリストの真理ですよ。何も良いことしてない、信じるだけで天国に行くんですよ、皆さん。でもね、私たちは信じた時に人生が残ってます。これが恵みなんです。この人たちは許された、天国に行けるね、いいことがしたいと思ってもできてないの、死ぬんだ。一番いいとこ行くけども、私たちの恵みって何って言ったらね、大変なことかもしれないんだけれども、残された人生をね、神と共に誰かのために生きていくってことなんですよ。これができるから からこそ私たちはクリスチャンなんでしょ。アメン。十字架でね、死んだ人、クリスチャン、キリストを信じて天国に行く人の、ね、天国の、ね、住民票があるとするならば、ね、天国の住民票で、ね、クリスチャン第一号はこの死刑囚です、ね。これはすごいことですよ。ね、偉い人とか、すごく偉人のような、あるいはその当時のマザー・テレサのような人たちは、クリスチャンの第一号の栄えある、国民になったわけじゃないんですよ。死んだ、ただ単に人を殺して、ね、死刑に処せられる、あるいはこの人、詳しくは書いてないけど、麻原祥子みたいな男だったかもしれないですよ。という人間が神の前に筆してごめんなさいって言った瞬間に天国に行ってるんですよ。彼は、ね、悔やむことが一つあるとするならば、悔い改めた生活を何一つすることができなかったということなんです。でも私たちは違いますよ。十字架について肉体はこの地上に日本の足を下ろして生きることを許されたクリスチャン。だから自分のために生きてクリスチャンなんてのはね、私は言わせたらもうクリスチャンが2です。あれは名ばかりのクリスチャンいっぱいいるんですが、世界中にはいっぱいいますよ。クリスチャン、私の家にはね、十字架がありますぐらいの、ね、クリスチャンがたくさんもう欧米に行ったらいるんですよ。あ、もう生まれた時に、洗礼を授けて、常時洗礼をさせられましたみたいな。あ、クリスチャン。ね、アメリカに行くとクリスチャンって言っても、女げんですか、あります、プロテスタントですか、カトリックですかって。カトリックで もちろんこれ批判でも非難でもありません。か、家の宗教としてね、クリスマスイースターしか出ないクリスチャン、もうクリスチャンね。でボーン投げんしてる人、自分の意思で洗礼を授かって、ね、自分で洗礼を授かった人は、毎週礼拝するんですよ。この生き方ができるのは、私たちだけですよ。この人にはできなかったんですよ。まあ、お父さんもね、実際にはできなかったかもしれない。でも、天国に行くんですよ。それを学ぶの、私もすることができました。ここで十字架にかかったイエス様は私と共にかかったんですよ。あなたと共にかかったんです。ですから私、ね、もはや私が生きているのではない。私のために自身を捧げられたキリストの信仰によって生きているんです。これはガラテヤの2章の20節ですよ。これが私たちの信仰なんです。信仰というのは天国に行ったらいらないんです。見えないのを信じてるから信仰なんです。天国にいた神様と一緒にいたらいらないんです。この地上で必要なのは目に見えない神様を見るからのことを歩んでいく。だから私たちは良いことができるんです。あらかじめ良いことのレールをに乗って進んでいくことができる。これが私たちの意味です。これからいいですね。家族にまず愛を示します。ね、キリストが嫌いだ、うちは仏教だ、いいんです、あ、そうですねって言って別に宗教に入れさせるんじゃない、あなたが私が愛の行動を取ればいいんです。無理にこっちに入れようとするからね、反発するんです。俺はクリスチャンだから母を磨き行けって言うんです。
本当に墓磨き先祖代々の墓に行けって行って墓磨いてね線香あげなくても花手向けてイエス様にね父なる神にハレルヤ神様感謝しますってこの姿見せた方が全然ね俺はクリスチャンだから墓参り行かねえとねこれが逆にねあの詰まってかけるんで人ん家に行って私も線香あげないけどね仏壇の前に座って私はお祈りを捧げますよ。それは死者礼拝です。天のお父様に捧げるんですよ。それが愛に愛のある行動でしょ。そうすると愛によって人が変わってくる。それ私は全然来ません。やってたら誰もねあの来ません。ねあの学ぶのねあのお母さんの本当に愛されてますねお母さんね。もうね8人兄弟。お父さん12兄弟一番下の妹で、ね、一番下です一番下 でみんな健在もうみんな 年はもう長生きそのね、お兄さん何私ね私はねあの何とか州なんだあの上え何だっけ上都州総都州だっけあ違うねあれや空海のなんだっけ真言宗真言宗のなんとか派なんですとなってそして四十九日ね、はい牧師さんあ私はトンコのためにやってやりたいんだって言うからどうしたらいいんですかって言ったらまあなな泣き人がねクリスチャンになりましたからお線香はね、一応遠慮していただいてでもこのもう四十九日集まるというのは、ね、これ日本の文化ですから、ぜひ集まってくださって、線香をあげずに、この泣き人を忍び、そして、お母さんのね、その、富子さんのために、ぜひ集まって、富子さんと、リカちゃん、また、マナブを慰めてほしいと言ったんですね。それがね、それが私たちの愛ではないです。彼らも愛してるんです。自分たちの宗教の中で、送ってあげたい、そして家族として慰めたいっていう、四十九日があって、一日一周期があって、三周期があって、ぜひ私は集まってくださいって。そしてね、学ぶにこう言ったんですよ。その四十九日の日に、私は空いてなかったら、羽賀先生でも地元の牧師を呼んで、家庭礼拝しなさいって。ね、だって、そんな私は真言宗なんとかですって言ってる人たちが、キリスト教の葬儀来てくれるんですよ。それはね、このケンジさんを愛してるからですよ。お母さんを愛してるからですよ。ね、私たちが、ね、宗教だ宗教だって言って、下手な愛し方をするから、ね、キリスト教は愛がないって言われる。私たちはその臨機応変に、ね、文化として、僕はね、思い描いてます。本当にその活動としてそのイエス様の祈願ね言われていくそして親戚の方も徐々にこの愛がね伝わっていくんだよねと私は信じています、ということで、今日家族にとっては本当にこの、クリスマスかもしれません私たちもこれから生涯かけて、ね、私たちの教会は同じ船に乗ってます同じ船に乗って天国を目指して、航海しているんですから、ねえー、何か長い人間のことしないありましたっていいことありませんかお祈りします天のお父様ありがとうございます私たちは信じた瞬間から永遠を生きています信じた瞬間から今日あなたはパラダイスにいますその通りですありがとうございますケンジ、お父さんも天国で私たちを先に行って待ってくれています。ありがとうございます。これからもどうぞあなたが優さん家を祝福してくださって、リカちゃんも、そしてトミコお母さんも、あなたの愛の中ですっぽりと言ってくださって、完全なる慰めのうちに過ごさせてくださいますようにお願い申し上げます。すべてのことを感謝し、すべてのことを期待して、イエス・キリストの名前によってお祈り申し上げます。アーメン。感謝します。はい、今日、
生で、生産式なんですが、あ、私たちの教会ではですね、洗礼を受けた者だけなんですが、今日私はイエス・キリストを信じますという人がいたならば取ってください。そうでない方は別に、急ぐこともありません。信じたいと思うなら、あ、お母さんも取ってください。あなたも取ってください。洗礼を受けてなくても大丈夫です。信じたい、信じますという気持ちがあるならば取ってください。はい、今日もこれ宮尾さんが作りに行ったんですね。うちの教会で姉御肌の宮尾恵子姉妹が作ってくれました。皆さん、はい、そうですね、皆さんいいですか、今日お母さん撮りましたね、撮りましたね、信仰告白をしていただきますよいいですか、もう逃がしませんよじゃあお母さん立ってください。はい、あと他に撮った人いますか、洗礼受けてないのに撮った人。じゃああなたも、はい、おう、けいこちゃんこれね、はい、じゃあ行きますよ。あ、けいこちゃんもこの間したもんね、信仰告白ね、今洗礼学びやってます。はい、洗礼受けてた人おっ、おいちゃんも、はい、ではね、進行告白をしていきます。私と私がちょっとずつ区切って言いますから、あ、同じ言葉をオウム返しでって言ってくださいね、いいですか。はい、天のお父様、あなたを信じます。あなたの御子イエス・キリストが処女マリアから生まれ、私の罪のために十字架につけられたことを信じます。私の呪いのために十字架で死んでくださったことを信じます。今私はあなたを信じます。私の心を開きます。
私の心に入ってください。キリストの御霊である聖霊様、私に教えてください。三位一体の神様がいかにどのような方であるのか教えてください。今心の王座にお座りください。今あなたの血とあなたの体を私たちは取りました。イエス・キリストを信じたからです。私を清めてください。私の人生の道しるべとなってください。あなたが生きたように私も生きます。私を導いてください。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。はい、クリスチャンになりました。はい、はい、拍手です。オンレゲン、これ自分の意思で、洗礼をさせて、信仰が来たということですね。はい、ではお座りください。大丈夫です。はい、感謝します。では、取った方は一緒に洗礼をしてみましょう。そして、取られてない方、これは、いいんですよ。取られてない方、いますか？何人かいますかね。はい、お二人ね。はい、では祝福のお願いします。天の父様、感謝します。これは差別でも区別でもありません。このようにして一緒に礼拝をしたというのは、あなたの導きなしにはなせる技ではありません。神様、このお二人が早く一緒に生産をできるようにどうぞ導いてください。神様の愛が何であるのか、神様の許しが何であるのか、神様の癒しが何であるのかを実体験として、どうか教えてください。また私たちが愛することを恐れませんように、これからもどんどん愛していくことができるように助け導いてください。この二人をイエス・キリストの御名によって祝福します。人生のいかなる問題にあってもキリストのあって、自分自身が分からなくてもキリストの力に頼ることができるように、惜しまずその愛を表すことができるように助けてください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の祝辞を取るときにパンを取り、祝福した後、これを裂き、弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお渡りになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり、贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになる。また、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになる。こう教えられております。今、見舞いに、自らを深く変えてみて、悔い改めて、この聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるときに、主イエス・キリストと一体となることを私たちは信じています。今、この式文にあるようにですね、自らを深く顧みて、悔い改めて主の前に出ていきましょう。黙祷。身に向かい天のお父様、あなたの御子イエス・キリストが十字架で死んでくださって、私たちを解放し、また天国の切符をくださったことを心から感謝します。どうか今このパンとブドウ酒を聖別し、清めてください。見舞いに砕かれた心を持ってあなたの見舞いに出ましたから、この主の
肉と血をいただくことのができるものとなったと信じます。今、主の愛の中で、一つになったことを信じます。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アメン。私たちの主イエスは、渡される夜、殺される夜、パンを取り、感謝して、これを先、こう言われました。取って食べなさい。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためにこのようにしなさい。今、信仰を持って、心の内より、イエス・キリストの身体、体を裂かれた、十字架で裂かれた、この肉をいただきます。私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げた後言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。信仰を持って心の内よりイエス・キリストの御血をいただきます。生産の感謝のお祈りを平田伝道師お祈りしてください。それではお祈りいたします。愛する天の父なるお父様、今日もこのように愛する方たちと共に生産のこの式に預かれたことを感謝、本当にありがとうございます。あなたを知る前に私たちは天然バラバラな生活を送っていました。しかしあなたが私たちのために私たち一人一人を救おうとして自ら十字架にかかり、そして肉を裂かれ流した血によって私たちは生まれ変わったものであります。あなたによって180度転換をして私たちは生まれ変わったものであります。神様、本当にあなたがいてくださって、あなたが生きる方向を示してくださって、今私たちはあなたと共に歩めることを心から感謝いたします。今日このように新しくあなたを受け入れて新たなスタートを切った方たちがいます。神様、どうかこの方たちをあなたがこのように生きるんだというその方向を示し、お互いに愛し合いながらこれから歩んでいけることを心から感謝いたします。どうかあなたを受け入れた方たちがこれからあなたと共に歩める喜びを私たちと共に分かち合っていけたらというふうに思います。今日もこのようにここに預かれたことを感謝いたします。また預かろうと思いながらもまだ決断の、できない方たちがいることを私たちは知っています。どうか神様、いつもあなたがそばにいてください。そしてどうかあなたがいつも教えてくださいますように、今日はこのようにたくさんの方たちと共に聖餐の式に預かれたこと、また遊佐兄弟のお父様のこの式に、私たちも預かれたことを感謝いたします。お父様が、今イエス様と共に、全ての苦しみから、離れられ、そして今自由になって本当に喜んでいる姿を思うために感謝いたします。感謝して尊き救い主イエス様の皆としてお祈りいたします。アーメン。礼拝のお祈りを、いや久しぶりに来た休みを取れた森さん、じゃあ礼拝の感謝ください。大切天のお父様、今日私たちがここに来られていることも感謝します。あなたは私たちをこの雨に関わらず一人一人名指しで呼び、私たちを受けてくださいました。ここにいることが本当に全然なんかではない、本当にあなたの導きで、
そしてこれだけの人数の人が集まるように、自分の死を、そして主の御記念の礼拝が行われたことを感謝します。私たちがここに集まって、ここで今日聞いた御言葉は、これは今日、神の神様を通して、私たちに語られた御言葉、私の言葉を通して語られた御言葉は、すべてあなたが私たち一人一人にどうしても聞かせたくて、私たちを連れてきてくれた、その御言葉でした。ね、私たちが今日いただいた、あなたの体に強められ、また今日の御言葉、今日のメッセージに強められて、このドアを出ていくときには、本当に祝福に満ちた、この地上に祝福をさらにもたらすものとして、出ていくことができるように、うん、私たちに力づけていただいた、もっと力づけてこのドアを開けてください。本当に今日の礼拝に感謝します。うん、私たち祝福です。キリストの御名によって。アーメン。はい、本部に行ってみます。1月手間になってますが、2月ですね、これまた書き換えの忘れてます。はい、ユダヤ人の里子に5500円、私たちの教会から献金しています。はい、ユダヤ人の里子というのは大人ですけども、ユダヤ人の、ね、帰還を助けています。また、中野雄一郎先生のミニストリー、ミニストリーとは神の働きということですね、のために1万5000円、TRM 聖書箱に5000円、そして、先週のうちの教会の礼拝は30名でした。ザーカイがちょっと減って、ちょっとだけ少なくて、9名でした。ザーカイの家から献金はアフリカの子どものチャイルドスポンサーに5000円を出しています。下に読んでいきます。ユーサー学ぶ兄が最初に導いたのは親父、その昇天記念礼拝です。皆様のお祈りに感謝、ユーサー家の慰めと救いをお祈りください。今日お母さんね、導かれて、一歩前に出ました。洗礼まで、またお母さんの信仰ね、のために祈っていきたいと思います。今学ぶがもう来週には再来週にもまた沖縄に帰って、行ってしまいますから、何でもいいですからね、私に連絡してください。はい、どのような感じでもいいですよ。はい、緊急を要するときには、羽賀先生、羽賀先生のところ近いですね。羽賀先生のところすくすく育っていただければと思います。はい、そのお父さんの、そうですね、この羽賀先生、ここに書いてある羽賀勲先生の教会の墓地に、入れてくださるということで、本当にですね、もう家の近くですし、すごく恵まれてね、本当に神の導き、これを日本的な恵みと思います。はい、この愛に応えら、ね、お母さん、これが愛ですよ。もう二つ返事で何にもね、私は500円の、ね、本をさせるのに、あんなに値打ちつけたのに。お墓に入っていいですよって何の値打ちも本当につけずにね。その愛にね、愛がね、やっぱり伝わるんですよね、お母さんね。本当に500円の本でね、もう特別なんて言ってる私と大違いですよ。それにね、答えて、やっぱりお母さんがね、私になりますってね、今日言ったんじゃないですかね。ね、私たちには墓がありませんから、墓の前に自分の教会をここをなんとかせえっていう話ですけど、私も未来は誰でも変えられるって、志村君中島載ってる本の中で彼武士さんの骨と一緒に寝てますよね。まだ、私が生きてる間一緒に、骨と一緒に暮らしたらいいやと思ってますけど、もうちょっとね、裕福になったらお墓を埋めて、みんなが入るところをね、僕は作りたいなと思っておりますが、まあもちろん皆さん自分でお金になる人は自分で買ってまあ私は貧乏人のためにですね、お墓に入ること、入るお墓を買えないっていう人たちがね、いますから、まあうちもそうですけどね、そういう形で、お墓を持ちたいなと、まあ、思っておりますが、今はこの教会が立ち向きですから、そっちにお金を、ね、使わなければならないというね、ことですから、まだまだ先でね、いいかなと思っておりますが、お墓のない私たちにね、その羽賀先生が私の中に入ってください、ゆずさんのお子さん入れてくださいって言うんですから、これはもうすごいことですよね。はい、
ここに今日はね書いてないんですが、私たちの教会今年いっぱいでここを出なければなりません。JJJ 関係の人たちは知ってるかもしれませんが、10周年として立ち向き。ね、わからないですよ。どこに行くかわからない。アブラハムなのでね、どこに行くかわからないよみたいなね。でも神様の言われるところ、私はこう祈ってます。あなたの雲の柱、火の柱を見させてください。あなたが行くところに行きます。あなたが泊まるところに泊まります。あなたが行くというところに行きます。ね、雲の柱、火の柱は旧約時代の聖霊様ですよ。ね、この聖霊によって私たちは動くんです。ね、何も持ってないので、あなたは全てのものを持ってるって言ってるでしょ。私たちには金銀ではない。でもイエス・キリストの皆にあって何でもすることができる、信じます。習慣化されて、ね、自分でキリスト教的自己啓発、私は、ね、これは総先生でもあるよ、はい、私は習慣化されてね、めちゃくちゃアーメン。キリスト教的洗脳講座終わります。はい、じゃあ最後にね、はい、今日学ぶに一言、ちょっとじゃあ、あれ見て、分かってないし、見てないし、ね、写真を見せてあげてください。はい、もう一人できる？はい、これは私の説教です。これ白井さんが撮ってくれましたね。携帯で撮った。携帯で。ね、持ってないな。すごい綺麗な祭壇でしょ、ね、ほら、あの門脇さんの十字架が使ってますね。ね、頼まれた。見てください、もう悟り開いてます。坊さんじゃない。立派な帽子、立派な帽子姿でしたよ。本当に素晴らしいね。素晴らしい。長男としての、務め果たしました。素晴らしい。ね、はい、これもほら、なんだ、神の記念碑ですけど、ね、告別式終わってからの、解釈で、まあ、仏教でいうと精進をさせていただいて、ここで、まあ、親戚一同、そうなんだよね。写真はいつまで？はい。でも本当に26日、27日は、新藤先生、またお母さん、白井さん、あと都知事の、原先生、また教会の人たちに本当にいろいろ賛同をやってもらい、先生にメッセージをしてもらい、本当に、恵まれた2日間でした。本当に親父も天国で、間違いなく喜んでいるし、何より本当に親孝行ができたと思います。これからは残されたおふくろと妹のために、もっと自分が変わって、イエス様のおかげで、今があるんだよっていうところを、もっともっと見せていきたいと思います。アメン。ね、皆さん聞きましたね。ね、で裏でファインプレーをしてくれました宮間さん。イエーイ。実はその日ですね、葬儀の日は私が温泉のホテルでメッセージするはずだったんです。で、宮間さんを連れて、紹介があって行って、特別賛美をして、証を5分ぐらいしてもらおうかと思ったんですが、よく考えたらしょっちゅう行ってるところなので、その会長さんにこれこれこういうわけで、うちの教会員のお父さんがね、召されて葬儀をしなきゃいけないから、ちょっと今回はちょっとキャンセルさせてということで、で、急遽宮間さんが30分の講談に立って、証とメッセージをしてくれました。ね、本
当にこれもね、本当にこう、なんだろう、俺とおふくろで行く予定だったら、おふくろがやらなきゃいけないんだね。まあ、永遠に話しちゃうよ。終わんない。終わってください。まあ、通説に思ったことはですね、万座のね、定期的に行ってるところでしたら、よかったんですが、やっぱりその1年も2年も地方でね、定期に行くようなところじゃなくて、1年も2年も前から準備をされているような伝道集会では、で実際に自分がもう地方に行ってたらね、戻ってこれない、という時のためにね、やはり、まあ、私はいつも平田さんはね、平田伝道師がいるので、あれですけど、平田先生も今、まあ、フルタイムで仕事もしてます。牧師業で、専属しているわけではありませんので、本当にこの働き人というのが、まあ、急だな、本当にこの伝道者を若い人、もう年寄りでも、とにかく働き人を使わなければいけないな、育てなければいけないなと本当に思いましたね。婦人伝道者でもいいんですよ。主婦ならね、なおさら時間があるって失礼だけども、もう拘束されて仕事の会社のないね、婦人伝道者ってのはやっぱり必要だなと思いながら、住友はなんか2割ぐらいしか女性がいねえよみたいなね。男ばかりのね、初代ですけれども、これは恵まれた証拠ですよ。世の中はね、男子力がないっつってね、カトリックもプロテスタントも男が少ないって、言われてる昨今、この教会の中でですね、男ばっかりでね、官分組事務所じゃないかって言われてるんだ。言われてる。みんなにね、羨ましがられてるんですよ、男がいっぱいいて。ね、そういうところをね、ですから、女子力を上げるには、ね、今いる、女子が友達を連れてくる、あるいは男がナンパしてくる。いい男になって、ね、婚活をしてくださいと言っております。はい、まあ、冗談はさておきですね。いいですね。いいですね。いいですね。祝福されている。いいですね。はい、はい、いい人に聞きましょう。では、賛美して。もうね、黙ってられません。では、これです。はい、では、皆さん。一番大事な祝福。はい、皆さん。私は、祝福の感謝です。皆さんの祝福の感謝です。献金が嬉しい、祝福とされてるから。アーメン。さあ、はい、主よ、偉大さと力と栄と栄光と尊厳とはあなたのものです。天にあるもの、地にあるものが皆そうです。主よ、王国もあなたのものです。あなたは全てのものの上に頭としてあらうべき方です。富と誉れは御前からでます。あなたは全てのものの支配者であられ、身には勢いと力があり、あなたの御手によって全てが偉大にされ力づけられるのです。今、私たちの神、私たちはあなたに感謝し、あなたの栄えに満ちた皆を褒めたたえます。まことに私は何事なのでしょう。私の神は何事なのでしょう。このように自ら進んで捧げる力を持っていたとしても、全てはあなたから出たのであり、私たちは御手から出たものをあなたに捧げたにすぎません。私たちは全ての人たちのように、あなたの前では異国人であり、移入しているものです。地上での私たちの生き方は影のようなもので望みもありません、ね、どこに望みがあり、天で行われるよう地上で、神の御国がここにあります。神の御国がここにあります。投資してください。これは神に投資です。自分自身に、そして天国に投資するんです。
天のものは100倍になって返ってくるんです。投資です。負けることもない投資なんです。先生、まだあります。あ、はい、今日、あ、献金の宣言です。さん、はい、今日、私は献金を捧げたら、神様は最高の知見と普遍的権威を持つ方であり、私は天皇の神の恵みと力に頼っているものであることを認めます。私はこの地上で、知的な自由者です。神様から与えたものの管理者です。神様はこの全てのものの当然の所有者です。アーメン。あなたの財産の全ては神から出たものです。それを私は一時的に、管理してるんですぎません。よき管理者になってください。神のものは神に返してください。お願いいたします。はい、もう集まった、集まった、もう集まったね、OK。 はい、では今日この献金の祝福のお祈りを、今日パンを作ってくださった宮尾恵子姉妹にお願いいたします。神様、ありがとうございます。今日もあなたの御前に、あなたの前にあなたからいただいたものを捧げられることを心から感謝します。神様、本当に今読んだように主よ、全てをあなたのお持ちです。私たちが本当に飢えることもなく、貧しいこともなく、私たちの必要なもの、いつも常に必要な分だけ必ず与えてくださる方ですから、ありがとうございます。ですから主本当に喜びを捧げします。どうぞ祝福してくださって、あなたの心のままに、あなたの必要のままに、どうぞご自由に祝福しておかけください。神様、ありがとうございます。また私たちが来月も、本当にまた来週もお願いします。一応このこれをね、皆さんにお配りしました。はい、では賛美して祝福して閉じたいと思います。賛美記事の方、はい、今日は父の涙を歌います。葬儀でも歌いました。Thank you.
神の深くて大きくて優しい愛、聖霊様の親しきを交わりとか、遊佐賢治兄弟を愛する者、また遊佐家のお一人お一人、私たち霊的な家族、罪人の友、主イエス・キリスト教会に集うお一人お一人のみ、その家族のみ、よよ限りなく豊かにあらんことも、アーメン。